れ様でございます。選挙戦真っ只中な10月25日ですけども、数時間前にねこんな投稿を私見かけたんですよ。これがね粟田進さんという方で、もともと創価学会の政治部というところにいらっしゃった方で、今は創価学会を離れてですね、今っていうか本当につい最近なんですよ、大幹部というふうに言われていたんですけども、この方が池田大作さんの教えとは創価学会公明党が違うところに行ってるということでね、まあ怒って創価学会を離れて池田創価学会というところを、まあ、立ち上げて、今そこでね理事長をされてるそうですね。 YouTube 活動を中心に私もお届けしたことがあったんですけども、その粟田進さんが公明党お前何やってんだよと、石井啓一何やってんだよみたいな形でツイートを上げておりますね、ポストを上げてますね。で公明党が一審で敗訴しましたと。池田啓一は記者会見でメディアに虚偽発言したことが明らかになりました。国民の皆様、今こそ公明党を解体する時です、声を上げましょうということで、公明党の中核にいらっしゃった方が公明党を蹴ってですね、そして出てきてくださったということなんですけども、この公明党ってのは本当にね、日本の国益を損なうことばかりをやってるんですよね。裏を返せば、まあ、中国共産党を盛り立てるために一生懸命活動してますから、まあ、非常に、まあ、気色の悪いところなんですよね。でもですよ、公明党がいくら気色悪いって言ってもね、創価学会の皆様いい人ばかりなんですよ。だから創価学会の皆様の善意をね踏みにじるようなことを公明党というのがしてるんではないかなっていうふうに思うんです。まあ、そういったことがどんどん明るみになっていって、私のところにもね以前から似たようなお言葉が届いていて、私もだから出生身体不明なものですからね、あんまり動画にしてもどうかなと思うんですけども、このね第一審敗訴公明党っていうのは強烈でしょう。で石井代表が今回山口夏男代表に代わってですね党を率いていくわけですけども、まあ信頼に値するような人物ではないですし、公明党はねどんなに創価学会が清廉潔白であっても、公明党は別組織であり、言ってみればね創価学会をも踏みにじるのことばかりをやってるわけですよ。だから創価学会の皆さんにはね、ぜひね目を覚ましていただいて、創価学会盛り立てるとも公明党は盛り立てずでやってほしいと思います。そもそも公明党ここをですねなんとか当選させないといけないっていう、そういったミッションは創価学会にありませんから。特に公明党が今みたいな形になってしまって、創価学会の皆さんもかなり胸を痛めてると思うんですよね。じゃあせめて公明党に投票することはやめるということで、公明党の思い上がったね態度に鉄槌を下して、自民党公明党連立政権をもうすでにね追放してもらいたいというふうに思うわけですけども、皆さんいかがでしょうか。じゃあ今回はちょっと以上でございます。皆さんからのご意見もお待ちしております。